本日は今話題の E235系1000万台を紹介していきましょう。今現在総武快速線とかで営業運転を開始したこの電車、多くの鉄道ファンが追いかけをしていますが、私も今回はそんな電車を紹介したいと思います。話題の新車はどういう車でしょうか。結論から言うとロングシートしかありません。まあ一応グリーン車は別ですが、普通車はロングシートのみです。すでに走っている E235 系として山手線の0番台が存在しますが、こちらは当然やっぱりまあ通勤電車ですよね。おまけに物好きしか基本的には長時間乗りません。だから普通にロングシートです。ですがなんと1000万台もロングシートでした。まあそんな E217 系という置き換えられる列車についても、もともとこういう風にロングシートが多めでした。実際に付属編成は全部横須賀線使用の場合ロングシート、基本編成も3両と15両編成の場合3両のみで、まあ E231 系とか E233 系の均衡型、あちらは一応最低でも4両は存在しますからね、やや少ないと言います。そしてこの結果、なんと E235 系の電車というのはなんと通勤型であるそうで、まさかのボックスシートが横須賀線総武快速線からは消え去る見込みです。クロスシートに座りたい場合グリーン車に乗りましょう。まあとはいえ嫌がらせのようにわざとこういう風にロングシートに統一したというわけではありません。ちゃんと理由はきっちりあります。横須賀線の武蔵小杉、最近どんどん発展しすぎて利用者数が恐ろしいぐらい増えました。なんと乗車率が今現在 190% を超えていて、まあ多分今年については例のアドリスでちょっと減ると思いますが、それでもやっぱりあの東海の線を超えちゃいました。もともと横須賀線ってどちらかっていうと、東京から大船っていうのは東海道線のバイパスとして、まあ東海線の混雑緩和、このことを考えて作ったはずなのに、まさかつい最近逆転するというとんでもないことが起きています。そして 190% を超えているのはまあ普通に相当やばいです。まあこういうことがあったんで東海路線を超えちゃった以上、まあしょうがないですね。こういう風に混雑緩和するためにボックスシートを廃止してロングシートに統一しました。運行時間は数時間という運用も存在しますが、まあ多くは千葉から品川とかそういった感じの距離なんで、まあギリギリセーフと思われたのかもしれません。ちなみに鹿島神宮まで行く4時間以上かかる運用があって、それに乗るとお尻が壊れますという動画がありました。車内についてはまあ案の定は新しくなっていて、液晶モニターがこういう風に搭載されました。インチ数が変更されて上がっています。そしてその結果液晶モニターは大きくなりました。相鉄2番系でもなんかすでにこういったタイプの液晶モニターを採用しますが、もしかしたら他の鉄道会社も真似してちょっとやってくるかもしれませんね。またこのようにしてグリーン車にも普通列車では初めて液晶モニターが導入されました。車内についてもこれまでの E231 系とか E217 系とか走っていた2回手グリーン車、こちらとは別の設計の座席とかが使われていて大幅に変更されています。そのためなんかこれまでの2回手グリーン車とはちょっと違う印象がありますね。今回の映像では分かりにくいかもしれませんが、カーペットとかも敷かれていて結構なんだかんだ言って、まあ、グレード上がっていると思います。ちなみにグリーン車には広告枠はありません。また結構地味な話ですが、この電車って15両編成初の液晶モニター搭載車、そういう風に言うこともできます。こういう風に最先端点がいっぱい見られますが、この電車には重大な問題点というのは存在します。まずやはり加速力がとても現代電車とは思えないぐらい遅いと言います。まあパッと見た感じですけれどもね、 E217 系とほとんど同じ加速力になっていて車両の性能が低いと思いました。おそらくやっぱり現行ダイヤでは E217 系に合わせられたダイヤ、それで走行しますからね。なんかわざわざフルパワーで走らずとも全然問題ありませんから、まああえてこういう修理してるかもしれません。ちょっとなんか編成出力が E217 系と比べて主連動機の出力も上がってますし、 MT 比の M の数も増えてますからね。なんかちょっとそれなのに車両性能が全く同じような状態、ちょっとなんかもったいないと思いました。ただこの話はまだ序の口で、本当に予想しいのはここからです。なんと高速域の音が E217 よりうるさいですよね、この電車。そう、なんと古い電車を置き換えるのに古い電車の方が静かっていう分かんない状態が起きました。こちらは E217 系の走行している時の音です。区間こそ違いますが、おそらく115キロ以上では運行してますね。同じぐらいの速さでもこれぐらい結構 E217 系の方が静かです。まさか古い電車より新しい電車の方がうるさいって、これもよくわかんねえなってなりますよね。こういう感じで E235 系の使用上、まさかのこの爆音モーターのせいで古い電車にうるさいっていうわけわかんない状態が起きちゃいました。もはや逆転現象です。またこの電車、追加も形状が E231 形式を逆戻りして E235 系という新しい形式名のくせに、すり替えだけなんか古臭い感じになって、ちょっとなんか中途半端になりました。ラインエリアについても地味に E231 系っぽい構造になっています。スピーカー周辺はちょっとなんか金属の囲いが消えるタイプですね。おそらくコストカットとかそういうことがあるかもしれませんが、まあ確かに言われてみればスピーカー周辺にこういった囲いがあっても大して意味はありません。というかむしろなんかスピーカーの音を遮ってちょっと音がこもってしまう、そういう現象もあるかもしれません。まあそういうこともあったのか結果的には取り外せましたね。確かに E233 系3000万台とかって自動放送とか小さい編成が結構多いです。たまたまかもしれませんが、なん
と高電車には蓄電池がついています。そのため架線がなくても走行できます。ちなみにこの機能は実は0番台未搭載で1000番台から始まりました。もしかしたら今後の新車にも反映されるかもしれません。一応すでに EVE301 系とかが実際営業運転で蓄電池で駆動するという電車がありますが、今回は非常用という感じで、まあどちらかっていうとこういう営業と比べたらもしかしたらちょっと性能が低く、あまり乗用しないっていう感じでしょうか。ちなみに蓄電池、キータ反射と、どうやら基本編成だけで付属編成はついたりそうです。だからちょっと4両編成を運行する場合は心配ですね。一応4両の運用が、成田線とか、あとは、横須賀線の末端間を中心にわずかながら存在しますから、一応もしかしたらそういうこともあって、他の付属編成とかでもつくのかもしれませんが、今後どうなるかは不明です。またこの電車はどうやら E27 系では幻に終わったあの4段階の全車設置、このことをどうやら E235 系ではするらしいです。まあ本当にするかどうかは知りません。E27 系では量産先行車2編成で終わっちゃって、結局元々のついてた編成も全部撤去っていうちょっと可哀想な気持ってますが、 E235 系についてはそうならないことを願いましょう。ちなみにこのこと自体は E233 系3000番台とか E531 系とかで流行ってるらしく、もしかしたらこれは金庫型の名残と言ってもいいかもしれませんね。登場後、スカレンジといった新しいあだ名が付き始めてますが、その一方で E27 系の完全な置き換え、これは多分5年以上かかります。なんでかっていうと、この電車は700両以上使えます。そのため結構いっぱい使えます。製造定数が700両を超えてるってことはやっぱり結構作るのに時間がかかりますからね。まあしょうがないかもしれません。実際 E27 系も113系の代替に結構時間を使ってました。1994年から本格的に使い始めて、1999年に大体終了って感じですからね。まああっちも5年から7年くらい、そんな感じでした。まあもしかしたら E235 系もそういう感じで、まあある意味障害かもしれません。また今後、鹿島神宮行きや南東行きといった面白い運用にこの E235 系が担当されるかもしれませんよね。まあ多分今後どんどん増えていくと思いますが、もしも今後こういった運用入ったらまたこの形式話題になると思います。ここからは意外秘密を紹介していきましょう。この E235 系には電気輸血機が余分についています。なんと11号車と造血1号車に搭載されているようで、普段は1号車と造血4号車がつながって15両編成を運行します。逆につながる運用って現在ありません。普通電気輸血機ってこんな場所につけませんが、なんでこんなところにつけるでしょうか。ちょっと気になりますよね。JR ってやっぱりコストカット、特に東日本はすごいですからね。2万9系つくぐらいですから。そんなコスト重視の会社がなぜわざわざこんな電気輸血機を呼びつけたのか紹介していきましょう。答えとしては将来、造血位置を変更するときのために電気輸血機をつけています。これは将来、ホームドア設置あったり、湘南新宿ラインの電車とは実はグリーン車の位置が違います。E235 系の今の編成だと、まあ、いわゆる E231 系のところ、8、9号車あたりにグリーン車がついてますが、E231 系とかは4号車、5号車についています。そうなってくるとやっぱりちょっと、まあ不便ですよね。ホームドアをつけるにしても、構造が非常に難しいですし、あと普通に、乗車位置が結構紛らわしく、柱番号とかで案内しますからね。これも結構誤乗につながります。まあやっぱりそういうことを踏まえると、結局のところやっぱりこういう感じにせざるを得ない、そういうことでしょうかね。またこれに合わせて10両編成プラス5両編成という編成に将来的には組み替える、そういう案もありますが、これ実を言うと多分無理です。なんでかっていうと、現状図紙の配線ではまあ都合上4両編成が付属編成じゃないと無理です。5両編成はできません。実は E27 系も過去ですけれどもね、14両編成プラス5両編成の編成することが検討されました。たださっきと同じような感じで、図紙の配線を変えるのにめっちゃお金がかかります。そういうことが分かったので諦めて、113系時代と同じ11両プラス4両編成にしたという感じですね。実はこういう経緯があったりしました。編成のつなぎる順番についてはどうにかなるかもしれませんが、その一方で今後どういう風にこの E235 系の湘南新宿ラインとの連結位置の違いとか、そういったところの課題、そしてそれによるホームドア設置、これどうするでしょうかね。結構今後注目点かもしれませんね。こういう風に E235 系ってロングシートが増えまくったり、逆に妙になんか逆戻りしてたりとか、あとはホームドア設置の問題が残ってたり、いろいろと結構大変そうな電車だと分かりますね。本日は最後までご視聴ありがとうございました。面白いと思ったらチャンネル登録と高評価をお願いします。つまんないと思ったら遠慮なくマットボタンを押してください。今日はクリスマスにこの動画を撮りました。この動画では私一人でこういう風にベラベラ喋って動画を撮ってますが、一応私のありのクレミオチャンネルでは姉妹揃ってますので、姉妹仲良くクリスマスを過ごしています。そうしないと心のセーフティネットに問題が生じます。皆さんはこういう感じでケアスっぽい動画は好きですか？もしよかったらぜひコメントを書いてくれると嬉しいです。このチャンネルではこれからもこういった感じで鉄道に関する紹介動画とかを中心に電車に関する話をいっぱいしていきますので、興味があったらぜひチャンネル登録して私と一緒にいっぱい知っていきましょう。こういったケアスフル動画も出しますね。というわけで今回はこれでお会いしましょう。バイバーイ。